こんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日は AJCC の予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は先行馬が7勝して2着も5回、逃げと先行の馬で馬券に絡む馬のほぼ3分の2を占めており、先行勢が圧倒的に優位な状況です。ですので4コーナー5番手以内で8勝して2着も8回、4コーナー10番手以降は全滅と前に行ったもん勝ちという状況になっています。この現象の理由は展望動画でもご説明いたしましたが、12月から馬場を使い続けてもう切れ味を使える部分が残されておらず、差し勢はじりじりとしか伸びることができないことが考えられます。ですので1コーナーまでに立ち遅れた場合は去年のミッキースワローのようにまくっていかないことにはどうしようもない状況です。また4歳から9歳まで幅広い世代が挑戦してくるこの舞台ですけれども、4歳馬は2年連続で馬券圏内、こうなると高齢馬はダメなのかなと思いきや、8歳馬も勝利はないですけれども同じような負傷率で健闘しています。さすがに9歳以上となってくると残念ながら馬券に絡んだ馬はいませんが、高齢馬に完全無視を決め込むのも良くないようです。そして今回は4頭休み明けの馬が出走しますけれど、半年以上の休みで馬券に絡んだのはタンタアレグリアの1頭だけ、過去30年で見てもわずか2頭しか存在せず、シャケトラ、ステインシアトルにとっては厳しいデータとなりました。一方で3ヶ月以上で半年未満の休養馬にも勝ち馬は見当たらず、菊花賞以来の出走馬は非常に珍しいようで、頭数自体がいませんでした。頭数自体がわずかでした。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着2回、2番人気が3勝して2着2回で、3番人気以内の馬で30頭のうち16頭と人気馬が上位を独占気味です。しかし1番人気は現在6連敗中、2番人気から5番人気が勝ち星をさらうことも多いです。過去30年に範囲を広げても単勝が20倍を超えたことはなし、単勝の最高配当でも2002年の8番人気フサイチランハートで単勝 19.6 倍と、なかなか1着馬は穴馬とはいかないようです。反対に単勝1倍台のゴールドシップや2倍台のルルーシュなど1番人気が飛んで小波乱ということもあります。とはいえその時は2番人気が馬券に絡んでいますから、結局1番人気か2番人気どちらかが馬券圏内に入ることがほとんどのようです。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はジェネラーレウーノです。2歳児の時のように逃げを選んでも、セントライト記念の時のように番手を選んでも上手に立ち回れる馬です。この馬は中山競馬場でまだ底を見せておりませんので、中山金杯の時に的中したウィンブライトの時と同じ感覚ですが、中山こそ得て増えてがはっきり分かれるコースと思います。だからこそこの馬を押したいと思っています。その先の G1 よりもこの舞台がこの馬にとっては勝負できる場所じゃないかなと思いますし、中山開催の小馬中距離の重賞は金杯、AJCC、中山記念、オールカマーとかなり限られていますので、ここは取り逃したくないところです。休み明け初戦ですが、必勝態勢で挑んでくると思っています。対抗はフィエールマン。菊花賞ではエポカドーロやジェネラーレウーノ、有馬記念馬のブラストワンピースまで任した素晴らしい走り、そして初のラジオ日経杯組の菊花賞制覇という快挙を達成しました。展望動画でもお伝えしましたが、一周前追い切りではラジオ日経杯ぐらいの出来、直前追い切りでは菊花賞くらいの出来と手塚調教師がコメントしていましたので、額面通り捉えてしまうとあっさりここを勝ってしまう可能性も十分秘めています。以下この2頭からは差がつくような気がしますけれども、いつも通り調教をきっちり重ねて大阪杯に向けて賞金加算をしたいダンビライト、現在リーディング3位につけるマーフィー騎手騎乗のメートルダールも前走の悔しさをぶつけたいところです。あとはどんぐりの背比べというとちょっと失礼になってきますけれども、もうちょっと整理をしてオッズとも相談して買い目を決めていきたいところです。それでは買い目です。
単勝も薄く買いながらのがっつりジェネラレウーノの副賞。人気2頭の馬単2点の組み合わせと厚めのワイド。相手は決まってませんけど2頭軸の3連複。このどれかの組み合わせを明日までにまとめたいと思います。3連複はオッズが出ないことにはどれぐらいの妙味があるのかわかりませんし、どう頑張っても安いのなら副賞やワイドで手堅くプラスを狙いたいところです。芝コースがちゃんと前有利なのかを確認した上で、土曜の夜、勝った馬券を公開したいと思います。ですので、土曜の夜まで少々お待ちください。続いてはフェブラリーステークスへの切符をかけた中京オープニングの重賞、東海ステークスの予想です。展望動画では平安ステークス含めて10年分を振り返りましたが、ここでは中京に舞台を移した過去6年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は前走 G1 組が4勝して2着2回、オープン特別組も2勝しており、オープン高走馬にも気をつけたいところです。また、逃げと先行馬で4勝して2着も4回、前につければつけるほど副賞率が上がるような状況で、差し馬も馬券に絡みはしますけれども、4コーナー10番手以内でないとほぼ馬券に絡めていません。今回は小頭数なので馬群は関係なさそうですけども、中途半端な差し馬を買うくらいなら前につける馬を買った方が良さそうです。そして4枠から外の枠で6勝して2着4回、なんと1枠は6年間で馬券に絡んだことがありません。切れ味抜群の馬でしたら、かつてのインカンテーションのようにインコースをついてスルスル伸びるようですが、そうでない馬は包まれたり進路を失ったりして不完全燃焼を起こすことが多く、1枠から3枠の馬で馬券に絡んだ馬はほとんどが好位付けできる馬たちでした。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は4勝して3着2回、中京コースに馬調を移してからまだ馬券圏内を外していません。それに続くのが4番人気の2勝です。一方の穴馬についてですが、ここ2年続けて2桁人気が馬券に絡むなど穴馬も結構活躍しています。ですがここ2年はいずれもフルゲートの16頭立て、登録が19頭もいたのにここまで頭数が減ったのは上位陣の強さを敬遠した可能性もありますので、なかなか大荒れとまではいかない雰囲気でもあります。1倍台の単勝は日本ピロアワーズと TM 迅速、どちらも手堅く勝利を収めており大崩れはまだしていません。3連複の万馬券は2回、3連単の10万馬券オーバーは1回と、一番人気が絡むだけに大荒れとまではいきませんが、馬連の10倍割れは1度、3連複の10倍割れはなしと、そこそこ手堅い組み合わせでもプラスにできる配当が記録されています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はチュアウィザードです。強力なインティがいるのにどうして本命にしたのか気になる方も多いようですが、この馬はすでに今月末の川崎記念に選定されていましたが、地方馬が相手で感覚も取れる安全な川崎記念よりもあえてリスクを取って感覚のないここにエントリーしてきました。それだけ 1800m 線に自信があるのでしょうし、強いとこと挑める目処が立ったのだと見ました。三つ葉やサルサディオーネの陣営はここを回避して川崎記念の参戦を表明しているだけに、この馬は退路を断ってあえてここに臨む意気込みのようなものを感じます。持ちタイムや出走感覚は不満ですが、前がやり合ってくれるとこの馬にはチャンス拡大、インの行為からラッキーゾーンを使ってスルスルと上位に食い込んでほしいところです。そして対抗がインティ、準オープンからの勝ち馬はこれまで京都時代の平安ステークスにしかありませんが、小馬重賞で未勝利からノンストップで重賞勝ちという記録も探す限りでは該当する馬はいませんでした。レースぶりもタイムも時間を重ねるごとに充実しており、この進化のペースならレコードも出せてしまいそうな予感もします。ですがこう突出している馬はマークされやすいもの、重賞級の馬たちも黙っちゃいないでしょう。しかしここをすんなり突破すればルヴァンスレーブに代わる相当楽しみな存在になってくれそうです。以下逃げるのか引かれるのか、レースの鍵を握る牝馬のアンジュデジールも実績1番ですし、
オープン構想組もなんとか3着あたりに食い込む可能性もありそうです。そのあたりは難しいのでもうちょっと検討したいと思います。それでは開目です。中和ウィザードのがっつり副賞、インティの1着固定の3連単、インティとの3連複2等軸の流し、この3つのどれかで考えます。ただし前が止まらないような馬場状態でしたら、中和ウィザードは紐に降格させてインティとアンジュデジールの3連複にしようと思います。アンジュデジールとインティが少しでもやり合ってくれたら中和ウィザードのチャンスが拡大しますが、2頭が馬体を並べてそのままゴール板を通過してしまうと中和ウィザードには3着の目しかなくなってしまいます。早めに前目の馬が脱落しているのかが焦点になってきそうです。オッズと土曜日のレース傾向から最終の見解に導こうと思います。さて明日土曜日に最終回目の動画をアップしますが、編集担当の私は朝から仕事です。お昼休みのうちにレース傾向を分析して帰宅後すぐに動画作りに取り掛かります。申し訳ありませんが早くとも土曜の21時以降をめどにアップを考えておりますので少々お待ちください。なおブログのマシンガン3連複は通常通り土曜朝のアップ予定でございます。それではまた明日の回目の動画でお会いしましょう。